ちは。今日は森からお送りします。この人も一緒です。今日はですね、まだ2月なんですけど、もう2月も末になりましたけど、もう本当に八ヶ岳も春っぽい空気の日が増えてきました。日中春っぽい日が増えてくると、すっごいなんか気持ちもワクワクして、ああ嬉しいな、ようやく冬が終わったなっていう感じですけど、夜ね、やっぱり一歩外に出るとすごい寒くて、あれまだ冬じゃんみたいな感じで、油断をするとこの気温差にやられて風邪ひいちゃうなという感じの、気候ですね。今だんだん三寒四温で、寒い日があったと思ったら春の日があって、だんだん暖かい日が増えて、春が来るって言われますけど、本当に今そんな感じなので、ぜひこういう気温差の大きい季節こそ、ヨガはすごくシニアの方たちにぴったりだなと思うので、今日はそういうね、今の季節、これから春に向かってどんどん暖かくなってくるという季節にぴったりの、クラスのことをお話ししようと思います。高齢者の方の自律神経の機能というのは、若い世代の例えば20代とかそういう世代のに比べると半分以下に調整する機能がね、なるというふうに言われています。なので、例えば自律神経の調整がうまくいかないと、どんな不調が起こるかというと、まずですね、体温調整がしにくくなるんですね。こういう寒い暑いみたいのについていけなくなって調子狂っちゃうとか、で自律神経の働きが弱まると免疫力も下がります。免疫力下がっちゃうと、こういう時に風邪ひきやすくなるとか、ね、そういう不調につながるし、あとはホルモンバランスが崩れて、例えば血圧や血糖値が乱れちゃったりとか、あとはですね、痛みを強く感じちゃったりとか、そういうこともストレスホルモンが多くなると起こってくるので、なのでヨガで自律神経を調整するというのをやっていくと、高齢者の方の不調の軽減につながるかなと思います。講座ではよく自律神経の話をしていますけど、もちろん呼吸でね、ヨガは呼吸すごくしていきますので、呼吸で自律神経を整えるというのをいつも以上にしっかりやっていくというのもとってもいいことだと思います。例えば呼吸法も長めにやったりとか、あとは今自律神経が乱れやすい季節、あったかい寒いの気温差で乱れやすい季節ですから、今日は呼吸をしっかり意識したクラスをしていきましょうとかって言って、もうポーズをとっている時も、皆さん呼吸どうですか、今このポーズでできる一番深い呼吸どんな呼吸かちょっとやってみてくださいねとかって声掛けしたりします。そのポーズごとに体の形がこう曲がったり反ったりするので、腹式なのか胸式なのか、どんな呼吸かは分かりませんけど、その時できる一番深い呼吸を自分でやってもらうと、すごく自分の内側への注意が深まってですね、集中した状態になります。マインドフルの状態になるので、そうするとストレス解消にもいいし、認知症予防にもいいですよね。あとは講座中でも言ってますけど、あ、いいですねとか、そうですそうです、いい呼吸ですよとかって言ったりして、褒めるっていうとなんか上から目線みたいな感じですけど、意欲を高めるための声掛けですね。そこも呼吸に関しての声掛けを
ぜひしてください。皆さん今日はとっても深い呼吸ですねとか、すごくいい呼吸聞こえてきますよとか、褒める声掛けでも呼吸を深めていくことができます。あとはシニアのクラスを午後にやるというのを講座中でもお話ししてますけど、午後がねとっても合う内容なので、副交感神経を高めて、副交感神経を高めることでよく休める体を作っていきます。そうするとしっかり休めると活動の質が高まるので、活動しようと思った時にスイッチが入りやすいわけですね。なのでそんな風にして自律神経を調整するっていう、ただでさえねヨガは自律神経そのままヨガしただけでも調整する働きがありますけど、工夫一つでさらに自律神経のへの効果が高まるので、そんな声掛けをするのもいいかなと思います。あとはポーズの中での陰と陽のバランスを取るという話を、講座中も何度もしてますけど、例えばギューッと緊張させたらリラックス、弛緩をしっかりする、緊張と弛緩のバランスですね。なのでちょっと頑張るポーズを入れたら、その後のふーっとリラックスする時間もしっかりめに取るとか、あとプログラム全体でも、ゆったりした優しいポーズだけの構成よりは、緩やかに高まっていて、ピークのポーズ、ちょっと頑張るポーズがあってリラックスみたいな感じで、こう強度にね動きの波があるポーズって、プログラムっていうのもいいと思うので、例えばベーシックの内容だったら、前半基本姿勢とか呼吸から始めて、ほぐしをちょっと短めにしてポーズをやったら、足のマッサージ、足の裏コロコロとかボールでほぐしたりするだけにして、立位をちょっと入れるとか、椅子から立ったり座ったりのスクワットを入れるとか、まあ、立たなくても下半身の筋力強化になるようなポーズを入れるとか、ちょっとそういう風にしてギューッと力を使って、で最後ふーっとリラックスするような内容を組んであげると、緊張と弛緩のバランスですねがプログラム全体の中でも取れるので、もちろんギュッと締めるポーズをやったらその後弛緩させる、緩めるというのも一つの中での陰と陽もバランス取っていきますけど、プログラム全体の、陰と陽のバランスっていうのもしっかり整えて、まあでもやっぱり筋トレ筋トレっていうばっかりのプログラムじゃなくって、優しいポーズがメインの、プログラムじゃないといけないですけど、なのでそういうプログラムとかポーズを工夫することでも自律神経を整えていくことができます、ね、春はもうほっといてもぼーっと眠くなりがちな季節なので、そんな風にちょっと動いたりとか太陽礼拝やったりとか、あとちょっとギュッと筋力使うようなポーズだったりとか、そういうものが入ってくるとほっといてもリラックスするので、ちょっとギュッと締めてあげると陰と陽のバランスが取りやすくなりますから、まあ疲れが残らない程度にですけど、プログラムをちょっと変えてあげるというのもいいかなと思います。この時期私が気をつけてやっている内容になります。じゃあまだまだ完全に春とは言えませんけど、また次の動画を配信できる頃には暖かくなってるかなと思います。太陽が綺麗、はい、では皆さん良い春をお迎えください。ワン、また動画でお会いしましょう。